はい、どうも、今日はですね、ちょっと今マスクしてます。ちょっとね、周りに誰もいないので外しますね。私ね、今入ってくるまでに、何回、触りましたでしょうか。ね、いっぱいいろんなとこ触りましたよね。っていうか今ほら、ハンドル触ってますよね。エンジンかけて、でサイドブレーキ下ろして、ニュートラルにしてみたいな感じでね、一連の操作でいろんなところ触りますよね。でこれオーディオとかね、いろいろ触りますよね。これタッチパネルなんでね、結構指で触っちゃうんです。まあハンドルが一番触るか。でこちらね、ほら、ウイルス、菌、匂いを徹底除去ということでね、シェアラスターゼロバリアっていうのがね、あるんですよ。ウイルス、菌、匂い除去ということでね、今、まさにね、緊急事態宣言が出て、なのでね、私も気をつけようかなと思っております。特にね、緊急事態宣言なんですが、車をね、やっぱり皆さん、使いますよね。どうしてもね、食料品や、生活必需品をね、買いに、車っていうのを利用しますよね。今私いっぱい触りましたよね。出かけて、そしていろんなところを触ってっていうのがすごいやっぱ気になります。まあそれでね、ちょっと除菌をしていこうということなんですが、まあこれでね、シュッシュッとするとね、ウイルスの外側のバリアを、これで破壊するらしいんですね。それで、その破壊されたウイルスに周りのウイルスが、近寄らないという性質があるというね、なんか不思議なものなんですよね。これ成分にね、アルコールや塩素は不使用なので、室内やチャイルドシートにも安心ということでね、これまあ人が接するところでも、まあ安心に使えるというものなんですね。いや今ね、コロナウイルスも大変なんですけど、それ以外にもね、除菌、抗菌、防カビと、そしてね、さらに消臭、防臭がついてると、タバコとか吸う方いいかもしれないですね。ではね、ちょっと早速やってみようと思います。で今ね、いっぱい喋ったんでね、マスクしてなかったんで飛沫してますよね。ペチャクチャ喋っちゃったんでね、使用前にはよく振ってください。気になるところ、こうね、やっぱこの10時10分ぐらい、ハンドル全体的に気になるわ。こう電子機器とか大丈夫かな、こういうとこ、こう行っちゃっても。先にこう布にね、ほらしてからすればいいかな。まあこれ今たまたまこう除菌スプレー使ってますけど、やっぱり日々、細かくね、掃除するっていうのがいいんじゃないですかね。こういうところとか、ここも触りましたよね。これ消臭機能もね、ありますんでね。ボタン類とか、これスマートフォンとかもね、このまま拭いた方がいいですよね。パワーボタンも拭き拭き。あ、なんかすげえ綺麗になってる。車も喜んどるわ。この内側、ドアノブがやっぱね、一番ね、菌がつきやすいですよね。一応全部のドアノブ拭いとこう。で、これそんなにね、大きくないんですよね。家に持って帰れる大きさかな。ちょっと結構でっかいやつあるんですけど、持ち運びにもいけそう。ドリンクホルダーのとこ置いちゃったりして。で、あとね、このシート。これね、匂い。よく頭がね、ちょっと私、もう、おっさん臭がするということでね、入念に。で、あ、そうそう、忘れとったけど、靴ね。よくくしゃみってね、こう、下にエクションってしますよね。それを踏んじゃったりとかね。やっぱ靴の裏についちゃうんで、そういうのを除菌すると。まあ、ウイルスとか菌を除菌すると。ということは、そっか、手だけじゃないのか。これ足元、こういうところ、ね。さらに、靴の中も、なんか爽やか。そっか、意外とこれいい使い方かな。これええかもしれん。一石二鳥や。いやー、しかしね、こういった事態になるとは思いませんでしたね。いや、今ね、この感染を止めるには、一人一人のね、行動がすごい大切だと思います。こういったね、ウイルスとか、除菌ができる商品が手に入らない場合は、石鹸とか水でね、こう洗うだけでも、まあ、ウェットティッシュで拭くだけでもね、だいぶ、違うみたいなので、皆さん、ぜひ、こういった手を触るところは、掃除して、使用してくださいね。
はい、というわけでね、今日はちょっとこんな感じで番外編という感じだったんですが、もし私の動画がよろしければグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでウイルス除去もできる、シェアクラスター、ゼロバリアでした。じゃあね、バーイ。